チームプレーですね。そうですね。これによってバレーボールのチーム力、大切さが分かったということで。そうです。はい。でもこれ、指輪しながらやってたら痛いんちゃう？そうだ、俺も本当にそう思うよ。ね。うん。超痛いよ。ね。危ないよ。どんな指輪なのか分かんないけど、シンプルなものだったとしても痛いよね。もし、ナックルみたいなやつだったらね。うわ、カイザーなく、さよならカイザー！誰にも負けねえ。バン。ボールが破裂するわ。バンバン。そうだよね。バン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 。ギャー！わー！わー！シャ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 。ヒョウヒョウヒョウ。ドゥルル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 ルやるな。いやいや、まあ、祇園は京都ですけどね。いろいろ気になるところはあるが、やるな。ありがとうございます。はい。あまだ、あもういいの？もういいの？もう、もういらないって。もういい。もうお腹いっぱいですって。はい。じゃあ、次回のテーマをね、募集したいと思う。次回？うん。あ、これ次回に続くってことですね、じゃあこれ。これはやるんだって。はい。はい、ロードロード消えた。歌わなきゃいけない感じになっちゃったよ。そういうことなのかな。ちょっとエコーも微妙にかかってじゃあちょっとハーモニカ。はい、次回はロード、つまり道にまつわる話を募集します、はい、散歩してる時にこんなものを見つけましたとか、うちの近くの坂道はこんなに長くて急ですとか、うんこ踏んだとか、道に関する話なら何でも OK です。何でもないようなことが幸せだったと気づいた話は今回は除外させていただきます。なんで先に言われてる。言われた。ちょうど1年前のことだった。ねえ、ちくしょう。道の駅のことについてもお願いします。ああ、いいですね。道の駅で水を汲んできます。こんな素敵な道の駅があります、ね。はい、欲しいですね。ありがとうございます。はい、ちなみにゲームビタミン R の R はレボリューションじゃありませんね。違うの。リバースですって。すいません、ゴー様。ゴー様。